こんにちは。こんにちは。今回はなんと超有名 YouTuber、 YouTuber って言っていいんですか？ YouTuber でしょ。そうですね。100万人登録超えのカシサックチャンネルさんとコラボです。とうとうで、今回は熊本の熊本県民テレビのカシサックじゃないとの番組もと3チャンネルコラボ、チャンネルっていうか熊本のカジサックじゃないとテレビとカジサックチャンネルと釣りおかでしょうのコラボです。すごくない？すごいすごい。でニジマス釣り対決とか、いろいろ向こうではトークも撮らせてもらって、カジサックチャンネルでは、すっげー盛り上がった。もう終わった。もう終わって今ちょっとゆっくりしてたところだけど、まあものすごい面白い人なんだ。芸人さんすごいね。うまいね。もうやっぱプロすごい。すごかったね。圧倒されたね。圧倒された。だからそっちの2つの番組では僕らが圧倒されてる様子を楽しんでくれたらと思うよ。いやでも米井さん結構食らいついてる。結構キレキレやったよね。結構キレキレやった。全然まあそんな感じで、キレキレだったらしいので、どうぞどうぞ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りおかでしょう。釣りおかさんに来ていただきました。ちょっと持ち上げすぎだよ。何がですか？なんかさっきちょっと聞いてたら持ち上げすぎだよね。いや、ニコ動されてましたよね。それで言うと10年ぐらいになります。大師匠やないですか。盛り上がって、その時に顔出すのは怖くなかったんですか？いや、怖かったっすよ。なんでやったんですか？じゃあかっこいいからじゃないですか。誰がじゃ誰がじゃ言うと思った。全力で来たい。3人の対決をさせていただきたいんですけど、いいですか？もちろんです。急にない。これ聞いてないですよ。それ全然可愛くないですよ。台本に書いてありました。やるか。台本やめろ。ポストセブン覚えたわ。ポストセブン、ほんま。釣り岡さんと釣り対決。おこれやりたかったんですよ。さあ今回は松岡さんお三方と我々のチームカジサックということで対決なんですが、今回のサック、ここは何を釣れるとこでしたっけ？ここがですね、まあ、ヨーマス場といいまして、ニジマスが釣れる場所です。ニジマスが釣れる場所、これでももう釣岡さんからしたらもう余裕で、もう余裕ですよ。だっていますもんそこに。これ余裕ですよ、ね、余裕ます。これどういう対決にしようかちょっと考えたんですよ。これチーム戦なんで、どちらかのチームが10匹先釣れた方が勝ち。おこれでどうでしょうか？全然いいです。2分で終わります。言い過ぎ。こんなにしまった。まあでもプロやからね。そうですね。プロじゃないですけど。プロでしょ、ある意味。プロじゃない。でもある意味釣りの時間はむちゃくちゃ長いですからね。そうですよね、はい。それで我々は言っても素人やから。素人ですね。だからこれで海釣りとかして叶うわけがない。でも今回この釣り堀だったらちょっといい勝負になるんじゃないかなと、ちょっと淡い期待もありながらちょっとやらせていただきたいなと。それでいいですか、野作。はい、まあ、ただ、まあ、勝負して何なんだという話になっちゃいますので罰ゲームがあります。いやもう罰ゲームとかいい。もういや、ちゃんと準備してます。こちらです。うわ、これ鶴岡知ってます？いや、刺激てないっす。絶対嫌だ。これ、一時期 YouTuber さんの中でもちょっと流行ってたんですけど、ゲンゴロウなんですよ。実は僕、これ食べたことあります？何に決まってるじゃないですか。ないですよ、そういうキャラクターじゃないですもんね。ちなみに僕、これ食べたことあるんですけど、もう味で言うと、うんこです。うんこ食べたことあるんですか？逆に食べたことある。小学生みたいなこと言うんですよ。ほんまにまずいです。ただでも今回はちょっとまあテレビも入ってますし、企画として負けたら罰ゲームあるということで、ちょっとすいません、負けたらじゃあゲンゴロウ1人1個ずつ。1人うーわじー。うわ、これ何匹？これね、もう20匹ぐらい入ってる。うわ、ただ勝てるでしょ。でも本気でやります。ちょっと頑張ろう。じゃ
じゃあ負けたらゲンゴロウということで、はいはい、じゃあ早速対決いきますか、はいはい、でもちっちゃめがいいですよ、なるべくですよね。で本来針を全部隠した方がいいですけど、ちょっとこれ針大きめなんで全部隠れるようにしたら逆に大きすぎるんで、なるほど、難しいです。優しい、これぐらいかな。同じかいやいや、なんもないです。何あ、なるほど、なるほど。あれナイスだ、ナイスだ。ちょっと。何もない。何もない。ちょっと待って、ガチやん。タガメ食べたくないっすもん。タガメちゃいます。ゲンゴロウですよ。ゲンゴロウか、もっと嫌です。そうだ、YouTuber さんで流行ったのタガメだ。そうですね。ゲンゴロウじゃないや。ちなみにゲンゴロウの方がまずいから。今回はゲンゴロウ。うわー、マジか。マジかよ。あ、俺ちょっといいこと思いついた。あ、バレたかな。俺行こうと思いついた。やばい、バレたか。どうしたんすか。野サックヤスタケ、はい、これ餌丸めとったらいいんちゃう。バレた。確かにバレた。なるほど。これがマジでピンときたわ。見てないでバレた。だからこれ丸めとったほうがいい、絶対。確かに。さあ、というわけで今から対決ということで、はい、これはもう泣いても笑っても10匹取った方が勝ちで、はい、ヤスタケのサック頼むよ。はい、はい、頑張ります。はい、それではいきます。はい、はい、よーい、スタート。ここだ、いない魚。ここだ、よし、捨てた。ナイスナイス。ナイスマジで。よし、そうでしょ。手返し。ナイスナイス。まだ早。ちょっと待って、キムさんめっちゃ早なかった。さすがキム、さすが。手返し。やっぱりキムさん持ってるやん。いや、持ってますよ。鼻伸びたんじゃん。鼻伸びてる。なんでそんな早く釣るの。早っ。もう怖かったですよ。頼む。あ、ツンツンってやられるんですね。俺まだツンツンされてないね。まさかそういうことっすね。そういうことやな。なんか来たと思っちゃいました。ツンツンってね、早くる。これアクション入れた。来た。ナイスナイス、キムナイス。キムナイス。マジで。やったー。2匹目。キムさんすげー。どうやってる。下からもう魚の目線に合わせて。みんな真剣。てか俺餌すら来てくれへんねんけどな。一番魚いないっすね、そこ。ここ全然おれへんっすよ。借りますか。あ、いい、そんなんもう、そんなん。あ、今ちなみにキムさんの2匹だけ。はい。俺ゼロバラシやねんな。ゼロバラシっても。来た、やった、やばい、来た、やばい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 、取って、取って。餌だけやられるんじゃん。やばい、2対1。あー、やられた。わ、1バラシ。よっしゃ。カジサック1バラしました。やっとバラせた。おい、ナイス。え、マジで3匹目。ちょっと、キムさんやばいって。ナイスナイス。ちょっと待って、何匹。一人で4匹。あれ俺もさ、ふん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 、野作変わって。ちょっとチームのリーダーがガチで釣りに行きます、ね、魚めっちゃ来るんですけど、餌ばっか持ってかれます。よー、来た来た、やったなイエーイ、ナイス。やばいやばい、今何匹ですか。5じゃない。5。じゃあちょっと敵に塩を送りますね。え、お、めっちゃちっちゃくていいです、餌。このくらいでいけました。マジっすか。もう先っちょにちょんってつけて、あそこの大群一瞬で食います。多分すぐ食います。イエーイ、やったぞー。塩送ったやった、やった、初釣り、やった、すげえ。あのね、ここやばい。一瞬で。あそこっすか。ヨーライさん、はい、すいません、これどうやって取るんですか。あ、ごめんなさい。来た。おお、うわー、頑張った。逃がした。うちチーム何匹、うちチーム何匹。え、何匹。これ一番大きい声を出して。7。あと3匹。こっち7ですよ。え、7。やばいやばい。7ですよ。うち3。はい。やばいやばい、ほんまにやばい。食うんだけど、かかんないですよ。あのミラクルゾーン使われたら俺ら逆転あるぞ。ちょっとこっからはハンデや。俺たちそこのミラクルゾーンを使うから。全員で使いましょう。全員で使おう。やばい、ミラクルゾーンを使いこなしてきた。食べるけど。むず。あ、引っかかっちゃった。あ、バレたくそー。早いか。早い。
ヤがね、ちょっと邪魔してくるもんね。実はこれもミラクルゾーン。やばい、ミラクルゾーンがそっちに移った。はい、すごいナイス、はい、さあ、やばいやばい、2発目やばいやばい、追い上げられる、まさく、わー、来た、やばい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 ぞ、虫が、虫が、5対7だ、5対7、虫や、釣れました、虫やだ、ごめん、ミラクルゾーン教えてしまった。え、ちょっと待って、これ来たんちゃう、やばいやばい、今何匹、今5ですか、こっち5、ナイス、落ちた落ちた落ちた、よし落ちた、やべえ、俺一匹も釣ってねえ、よっしゃ来たー、リーチ、え、リーチ、リーチ、リーチ、ちなみに餌だけいかれてる、これ塩焼きでめっちゃ美味しいサイズ、これめちゃめちゃ美味しいサイズです、うわ、うまそうですよね、本当いい、いい型、全部あれれれれ、いやー、ごめん情けない、ミラクルゾーン使ってんのにな、ちょっとみんな集合しようぜ、やばいやばいやばい、宗義、ちょっとみんな集合しよう、見学に行こうぜ、じゃあ明日の編集のことをちょっとじゃあ相談しようか、車余裕出してる、やべえ、うんうん、あー、こっちいっぱいいるよ、魚が、ほんとだ、こっちよりいるじゃないですか、鼻立つな、ほんとや、え、あれ、え、何匹だ、え、なんで、え、こんなにいるのにくそ、腹立つ、ありゃあと食わせるだけなんで、ねえ、倍以上いるね、ていうか、宗義さん釣りました、そうだ、確かに、マジで、ね、釣ってないっすね、釣ってないっすよね、釣ってないっす、よっしゃー、やばい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 、行ったぞー、やばいやばいやばい、おい、釣れた、ナイスナイスナイス、よいしょー、いやー、すげー、決めた、やったー、やったー、上手、やったー、やったー、あざーす、ナイス、ちょっとキムさんすげーわ、すごい、やば、やば、何匹釣りました、8、井上さんが2で、2で、そして宗男さんが0です、0、ゲンゴロでしょ、0、0、いやお見事、いやすごい、確かにゲンゴロある、確かに、結果発表、イエイ、やった、イエイ、やった、イエイ、いやもうええわ、鶴岡さんが、はい、10匹、はい、そして我々チーム開作6匹で鶴岡さんの勝利、いやーさー、ありがとうございます、いやー余裕だったね、ちょっといいですか、ちょっと、ね、いや、ちょっと、とりあえず、まずですね、キムさんすごかった、すごい、さすが、すごいスタートで多分5秒ぐらいか、確かに、どうでしょうね、やってみて、え、めっちゃ簡単で、え、めっちゃ簡単、あ、でも胸は多分こっちの方が突き刺さってると思う、そうですね、下からこう 2,3 センチのところをギリギリ浮かしとくと食べるっていうのが分かる、それが早いだけで分かられました、さあ、そしてですね、宗男さんが、はい、はい、ゼロでした、どうしました、いや、どうしましたね、こっちのセリフです、どうしました、なんでそんなことになったんですか、いや、お魚さんはよく来てたんですけど、はい、針にかかんないんです、ちなみにチーム開作もそれぞれ釣ってるんですよ、あ、そうですね、ゼロってゼロって宗男さんだけなんですよ、そうですね、もうゲンゴロウ行っときましょう、ゲンゴロウもう一人でいいじゃないですか、ゲンゴロウはむしろいい、どうですか、そうですね、まあやっぱりこっち負けたので、はい、じゃあこっちの代表と、じゃあ宗男さん代表代表代表、明らかにカジサクさんですね、絶対俺やOK、わかりました、じゃあ僕と宗男さんでゲンゴロウ乾杯しましょうこれ多分視聴者さんもね、おそらく釣り岡でしょうから来て一匹も釣れないわ、さすがにですもんね、視聴者さんが何と言おうと僕がもう食べろと言いますから、はい、お願いしますうわリアル、うわマジか、うわ、やだ、鳥肌だった、ほんまにやばいやつです、うわ顔やって吐きそう、匂いするんですか、じゃあいきますね、はい、乾杯乾杯、せーの、ちゅうことで楽しかったね、とりあえず宗男くんごめん、いやいや全然やばいやばいっすね、あれやばかったやろ、やばかった、もう本当人生でナンバーワン、うわ本当に今まで食べた中でナンバーワンにもう二度と食べたくない俺もなんか鳴ってましたもん、こう、俺もヒコ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 鳴ってた、
サムネオくんにごめんって気持ちもあるけど、めちゃくちゃ面白かった。二人同時に、おーってなって、くっそ笑った。ごめんとありがとう。面白くしてくれてありがとうと、ごめんっていう。ゲンゴロボーナス。ゲンゴロボーナス。今月支給するあのちゃんと給料明細にゲンゴロウボーナスそれ面白い書いとくよ書いとくよじゃあまあそんな感じで、はい、あのチャンネルリンク貼ってますので、はい、あと番組のホームページとかも貼ってるので、はい、ぜひ、はいはい、向こうで見た方が面白いかもしれない、はい、こんなこと言っちゃいけないだろうけど、はい、絶対に編集とかそういうレベルで言うと、はい、向こうのチャンネルでうちを見た方が絶対面白くなってると思うので、はい、ぜひ見てください、はいありがとうございました。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。